大丈夫か。え?ほら、誰だこの男。知らないわよ、こんな人。この野郎。俺が知らないうちに男作り。違うんだって、純ちゃん。あ、すまん。余計なことしちまったか。俺はてっきり。この女性と俺は何も。 覚悟はできてるか。ちょっと、純ちゃん、やめて、やめてよ。よせ、落ち着け。やめてー。おい、そんなもん出してどないする気や。うおー、せい、とりゃ、どうだ。せい、参ったか。 おい、ちょっとお前さあ、今のうちに逃げて。そうじゃねえっていうか、やめろ。いってえでよ。<笑>そちらの女性も怖がっている。女性を連れて逃げなさい。 私なら大丈夫。こういう輩はきっちりとお仕置きしないと。違うんだ。人の話を聞け。こら、何やってるんだ。あ、お前さん、ご苦労様です。 実はチンピラがカップルを脅しておりまして。大丈夫？ね、大丈夫なの？どういうこと？まあ、カップルの痴話喧嘩ってやつだな。ああ、あの二人がカップル。 ってことは、脅してたチンピラってのはお前か。は？いや、勘違いだ。俺も初っ端に勘違いしたが。署まで同行してもらうぞ。違うんだ。一緒に警察に行きましょう。は？私も勘違いをした。そして、あなたも勘違いをした。ここは男らしく言い訳せず、 お縄に着くということで。何言ってんだ。お互い正当防衛だ。さっさと逃げねえと面倒になるぞ。逃げる？スポーツマンは決して逃げたりしない。何？つまりどういうことなんだ。あの男が女性から金をせびろうとして女性は嫌がっていた。血は喧嘩とは知らなかった。 止めに入ったら男が俺に喧嘩を吹っかけてきたんだ。そうなのか。はい、すみません、お騒がせして。そして途中、この顔のでかい男が急に入ってきてチンピラをやっつけちまった。そうです。なるほど。もういいか。すみませんでした。 いや、もういいです。いや、それでは許されない。そうだ、私に同じ技をかけてください。いや、好きな技を好きなだけかけてもらって。さあ、遠慮なく。さあ、すまなかったな。あんたには迷惑かかっちまった。いえ。 それにしてもすごい技だったな。柔道をやってたのか。では篠原さん、最近は物騒ですから、お気をつけて。篠原、なんで名前を。あんた有名なのか。
現役はもう引退してまして、それでまあちょっとした観光に。でもこういう場所を歩くのは慣れていないんで、迷ってるうちにさっきの現場に出くわしまして、本当にご迷惑をおかけしまして申し訳ありません。そうだったのか。迷惑かけたついでだ。俺でよければ案内するぜ。本当ですか？よろしくお願いします。いらっしゃいませ。はい。またまた。え？よろしく。はい。またまた。何？ああ。よろしくお願いします。おい、申し訳ない。
ええ。何？ええ。ええ。本当ですか？ああ。
何？よろしくお願いします。覚悟はええな。Oi. Yeah.